おお、ようやくはっきり見えてきた。すっげー、屋久島。あ、珍しい木がいっぱい。見て、あれなんて。すげーよな。おお、すげー、マジやべー。ちっぺくい。すごい。リアルに世界の豪邸訪問だな。お帰りなさいませ、お嬢様。今日から短い間だが、よろしく頼む。メイドさん、そちらは語学友の皆様ですね。ようこそいらっしゃいました。どうぞこちらへ。語学友って、メイドって実在してんだな。やっぱり先輩すごい人なんだ。改めて実感。お久しぶりです。あ、行っちゃった。今の人ってもしかして先輩のお父さん？怖っ！南の島だけに海賊ルック？そんなわけがあるか。短い休暇だが、まあ存分にくつろいでくれ。よし、楽しませてもらうっすよ。隣はすぐそこだし、まずは海だな。やっべえ、テンション上がってきた。早速ビーチに突撃。ちょ、もう海？てか行くのはいいけど、そんなすぐ支度なんて無理だよ。なら俺たち先行ってるぜ。つか1秒も無駄にできねえからな。この B さんに足の指の付け根が食い込む感じ、ようやく夏実感だぜ。沖に目印になるようなものはないな。泳ごうかと思ってたが。ちょっ、なんすかその水着。何が？ウーメランってな、ピッチピチの、えぐいっすよ。泳ぎやすいだろ。あー、出ました。遊びに海来たのに黙々と泳ぐタイプ。悪いか。お前こそ何して過ごす気だ。そりゃ夏で海と言ったらお楽しみは決まりっしょ。ほら、来た来た。え、何？おお、ゆかり選手、想像より結構強気のデザインでさ。やっぱ部活で絞れてるって自信が大胆さにつながってるんでしょうか。パラソル、空いてるとこを勝手に使っていいのかな。おっと、続いては風花選手ですな。すごい、風花、お前めっちゃ気痩せするタイプ。なんだよ、そんな恥ずかしがんなくてもいいじゃんよ。ムフフムフフ、変態かっちの。そんで、トリを務めますのは。どうした？わー、霧城先輩、綺麗。ほんとすっごい白くて綺麗。日焼け止めもう塗りました？いや。おい、お前ってどのタイプが一押しよ？おお、なるほどね。お前、なかなかアグレッシブだな。いいなあ、こういうの。ほんと来てよかったよな。よっしゃ、それじゃそろそろ水に浸かるとしますか。行くぜ。待て、うちは譲らん。
詰めて。ご無沙汰していました。お元気そうで何よりです。彼らは寮にいる者たちか。すみません、ご休暇を大人数で騒がせてしまって。彼らに明かしたそうだな。なぜ今まで隠していた。別に隠したわけでは。言ってあるはずだ。もともとお前が負うべき罪ではない。ですが調和する二つは完全なる一つに勝る。南条と別れた折より我ら霧城に伝わる言葉だ。ミツル、人を信じてみろ。どれだけ己を殺しても所詮は個の力。この世には一人ではなせないことがある。はい。思想家のデータベースに入り込んだのはお前だな。それもしかりだ。旅行などにかこつけず、なぜ初めから直に私に問わない。申し訳ありません。彼らを全員ここに集めろ。元より隠す意図などない。すべてを伝えるため準備をしてある。すべて連れてきた中に竹葉という少女がいるだろう。彼女が力に目覚めるとはもはや運命なのだ。お父様。ミツルから大体は聞いているな。あ、はい。さよ、すべては大人の我々の罪だ。私の命一つで贖えるのならとうにそうしていたところだが、今や君らを頼るほかはない。父光悦が怪物の力を利用してまで作り出そうとしたもの、それは時を操る神器だ。時を操る。言葉の通りさ。時の流れを操作し、障害も例外も全て起こる前に覗ける。未来を意のままにする道具と言ってもいい。すげえ、野望のサイズがでかい。だが研究は父の指示によっておかしな方向へ進んでいった。晩年の父は何かとても深い虚無感を胸の奥に持っていたようだ。今にして思えば父の乱心はそれを打ち破るために始まったのかもしれん。君らが全てを知りたいと望むのは当然のことだ。私にも伝える義務がある。これは？現場にいた科学者によって残された事故の様子を伝える唯一の映像だ。映像？記録が心ある人の目に触れることを願います。この声。後藤氏は忌まわしい思想に見入られ変わってしまった。この実験は行われるべきじゃなかった。もう未曾有の被害が残るのは避けられないだろう。でもこうしなければ世界の全てが破滅したかもしれない。世界の破滅。この記録を見ている者よ、誰でもいい、よく聞いてほしい。集めたシャドウは大半が爆発とともに近隣へ飛び散った。悪夢を終わらせるにはそれらを全て消し去るしかない。全て僕の責任だ。全てを知っていたのに成功に目がくらみ、結局は後藤氏に従う道を選んでしまった。全て僕の責任だ。
父さん。お父さんって今の人が？お父様、これは。彼は竹葉栄一郎、当時の主任研究員だ。実に有能な人物だった。その彼を見出して利用し、こんな事件にまで追いやってしまったのは我々グループだ。栄一郎は霧城に取り殺されたも同然だ。まさか。つまり私のお父さんがやったってこと？影時間もタルタロスもたくさんの人が犠牲になったのもみんな父さんのせいってこと？おい。じゃあいろいろ隠してたのって本当はこれが理由？私に気遣って隠してたってこと？そういうことなの？竹葉、それは違う。私は。かわいそうとかやめてよ！竹葉！あの、誰か行った方が。彼女を追ってくれ。すまない。ずっと信じてたのに、こんなのきついよ。覚えてる？前に病院で言ったこと。私のお父さん子供の頃に死んだって。さっきの話で分かったでしょ。あの事故が原因なんだ。普通の人は真相なんて知らないから、当時は根も葉もない噂が立ってさ。父さん主任だったから世間から目の敵にされてね。いろんな場所を転々と引っ越したの。でも私ずっと信じてた。父さんは悪くないはずだって。小さい頃から大好きだったし、絶対悪いことするような人じゃないって。実は春頃ね、手紙が届いたの。10年前の父さんから家族へって。笑っちゃった。だから信じようって思ってたのに。だから自分に力があるって分かった時は偶然じゃないって思った。怖かったけど、霧城グループのそばにいれば父さんのこと何か分かるかもって。だからペルソナ使いになって戦いも続けてきた。でもさ、なんていうか、そんなの無駄だったんだよね。気休めだよそれ。現実ってきついよね。怖いの我慢して戦ってるのにどうにもなんないよねこれじゃ。それに私、もしかしたら嫉妬してたのかも。あんなことがあったのに、なんで霧城先輩にはまだお父さんがちゃんといるのかって。みっともないね私。すごいよね君、いつもそうだよね。一人だけ冷静で余裕あって、そうやって私のこと慰めて支えてくれるってわけ。分かったような顔しないでよ。あなた私のこと何も。ごめん、私余裕なくてわけわかんない。なんか怖くてもう全然わかんない。教えてよ、私これからどうしたらいいのかな。信じ続けろってこと。すごいよね君。ごめんね私のことばっかり。あなたも両親亡くしてるのにね。辛いのには慣れてるから私は大丈夫。でもあなたと話せてよかった。連れてこいって先輩に言われたんでしょ。かっこいいじゃん。でもありがとう。私たちなんか変な感じだね。おーい！まったく遅いよお前ら。みんな心配してるぜ。もうすぐ影時間だし戻ってこいってさ。え、あ、そっか。あれ、なんかお前ら。そっか、影時間って場所関係ないんだよね。タグ、当たり前だろ。俺っち全然気づいてたぜ。私さ、最近思ったんだ。ペルソナ使いは力に目覚めると影時間の体験を忘れなくなる。それって力と引き換えに目を背けられなくなるってことなのかも。忘れたい現実からさ、やるしかないんだよね。だな。よっしゃ、じゃあ戻るか。
空気おいしい。こんな森林浴なんて岩戸台じゃ絶対できないですよね。そうだ、昨日の純平くん、なんだかやらしい話ばっかりで困っちゃいましたよね。私たちだけで来てよかったかも。うん、まあね。はい、私です。待ってください、スピーカーフォンに切り替えます。どうぞ。今島の研究所にいるんだが、廃棄されて動かないはずだった機械が勝手に出て行ってしまったんだ。機械？どういったものなんですか？車道以外だと勝手が違うので。戦闘車両の一種でね、実は対車道兵器なんだよ。対車道兵器って要するに戦車ってこと？みんなに連絡しなきゃ。実は今男子3名と別行動中でして、全員の招集には時間がかかりそうです。そうか、とにかくできるだけ早く当たってくれ。私もすぐに戻るから。もし目標が捕獲不能と判断される場合、破壊してもよろしいですか？破壊はね、多分無理だね。無理って、そんなの本当に止められるんですか？とにかくやってもらうしかない。また後で連絡するよ。ダメです、みんな繋がりません。まあ、まずは我々の装備を取りに戻ろう。そうすれば山岸のペルソナでも探せる。もっとも島全体となると簡単じゃないが。もう肝心な時にどこ行っちゃってんのよ。あんで、彼女たちまだ起きてないのかな。もうお寝坊さんなんだから、海は待っててくれないってのにね。まあ、日が陰ると水温が下がり、体力を余計に消耗するからな。え？ああ、そうっすね。なんだ。そういえば気がけに、屋敷の使用人から手紙を渡されたんだ。あ、おい、純平。抜け駆け禁止っす！メイドさんからラブレターなんてお父さん許しません！バカだ。何？3人で縄文杉を見てきます。これは山岸の地だな。なあ、もう夏に南の島へ来てなんで海に来ねえんだ。いいのかそれ、人として。お前が原因だろ。昨日のは重たい空気をなんとかしようって俺なりに気使ったんすから。目に言うな。まあでもそれはいいんす。大事なのは野郎だけでどうすんのっていう事実っす。持ち合わせがなければ現地で調達、これ兵法の処方なりってね。ズバリ名付けて屋久島磯釣り大作戦。磯釣り？ナンパのことか？ねえねえ、どうすか？つか真田さんいれば絶対行けますって。お前の意見も聞いておこうか。ならいつもの通りこいつに現場指揮をさせる。え？なんすかそれ。作戦だと言ったろ自分で。うわ、超へりくつだそれ。おい、ちゃんと真面目にやれよ。作戦だかんな。Peace in the media, getting jiggy with confound, please I'm telling ya. Anywhere you be, New York
to Siberia. Cut off your own beat and shake it every year. I'ma put it down, grabbing this crown. $1 million on the ground, gonna double up now. 65 to 4 to 3, 2, 1 more time. Heavy punchline about to cruise. Let it go, let it out, let it go, let it out. Take a deep breath. Let it go, let it out, let it go, let it out. Take a deep breath, deep breath, deep breath. Lay low, lay high, lay low, lay high. Until you feel the vibe and touch the sky. Feeling no pressure, but appears in the media. Getting jiggy with confirmed, please I'm telling ya. Anywhere you be, from New York to Siberia. Cut off of your own beat and shake it every year. I'ma put it down, grabbing this crown. $1 million on the ground, gonna double up now. 65 to 4 to 3, 2, 1 more time. Heavy punchline about to cruise. Let it go, let it out, let it go, let it out. Take a deep breath, deep breath, deep breath, deep breath. Lay low, lay high, lay low, lay high. Until you feel the vibe to touch the sky. Touch the sky. Feeling no pressure, but appears in the media. Getting jiggy with confirmed, please I'm telling ya. Anywhere you be, from New York to Siberia. Cut off of your own beat and shake it every year. I'ma put it down, grabbing this crown. $1 million on the ground, gonna double up now. 65 to 4 to 3, 2, 1 more time. Heavy punchline about to cruise. Let it go, let it out, let it go, let it out. Take a deep breath. Let it go, let it out, let it go, let it out. Take a deep breath, deep breath, deep breath. Lay low, lay high, lay low, lay high. Until you feel the vibe and touch the sky. Feeling no pressure, but appears in the media. Getting jiggy with confirmed, please I'm telling ya. Anywhere you be, from New York to Siberia. Cut off of your own beat and shake it every year. I'ma put it down, grabbing this crown. $1 million on the ground, gonna double up now. 65 to 4 to 3, 2, 1 more time. Heavy punchline about to cruise. Let it go, let it out, let it go, let it out. Take a deep breath, deep breath, deep breath. うまくいかねっすね。ナンパには興味なかったんじゃ。勝負にはこだわりたい、はあ、問題点は分かってる。お前の欲望が丸出しだからだ。あっ、だめ、責任逃れだ。事実を言ったまで。そういう真田さんこそハズレばっかじゃないですか。なんで女の子の前でもいずめなんすか。意味わかんねっすよ。なんだと。こうなったら現場リーダー、どっちが悪いと思う。俺は勝負にはこだわるんだ。そうだそうだ、そうなんで納得できっか。つかお前ちゃんと考えて答え。どうした、何かあるのか。おお、最後の最後にすげえ。なんだよ、憎いぜ神様。つうか、マジかわいい。確かに。やっべえよ、マジで。これ取りゃ今までの負けなんてチャラでしょう。ここは一つ、みんなで行かずに、一人ずつ慎重に行く作戦でどうすか。よし、採用だ。よし、なら順番決めるっすよ。勝った人から時計回りで。最初はグー、じゃんけん。やり勝ち。じゃ、俺1番、真田さん2番、お前が最後ね。よし。あの、さっきからずっと海見てね。あの、一人、俺、順平ってんだ。順？もし暇してたら話でもしね。一人よか楽しんじゃねえかな。人を探しています。へ、あなたではありません。
られたな。予想以上が早かったな。手ごわいっすよ、先輩。よし、あとは俺が勝つだけだ。まあ、君、海が好きなのか。なんでしょうか。あ、いや、海はいいよな。トライアスロンの選手はプールでの練習が中心の選手より海で鍛えてる人の方が強いらしいぞ。やはりそういった情報は私には必要ありません。勝った。お前よりも長続きしたぞ。長さの問題じゃねっつの、うん、あ、なんか俺もう泣きそうっす。泣くな、俺まで惨めになるだろうが。というわけだ。お前が何とか拾わないとトラウマになっちまう。俺は負けてない、負けてないからな。あとは任せた。あなたは。よく聞こえねえ。てか、なんかびっくりされてんぞ。やばい、俺らも突撃するっす。ひとまず危機回避を優先します。それに確認は静かな場所でないと。お前何言ったわけ。走って逃げるって絶対なんかやっただろう。つかお前追いかけた方がいいって。余裕かましてる場合か。とにかく謝ってこいな。出なきゃ共犯になっちまうだろう。今行けばまだ間に合うって。あなたをずっと探していました。私の一番の大切はあなたのそばにいることであります。なんだそりゃ。そんなありかよ。バカな、どうなってる。声もかけてないはずだ。どこ行ってたの。探したんだから。というか皆さん、なんで水着で森の奥に。たく、こっちは大変なことに。って、あれ、その子誰。なんで抱きついてるわけ。聞いてくれ、実は少し面倒なことが起きて。休暇中にすまないが、すぐに戻って戦う準備をしてくれ。いや、準備はいいよ。探し物は見つかったからね。理事長、どういうことですか。やれやれ、探したよ。勝手に出たらダメだろ、アイギス。はい。いやはや、心配かけてすまなかったね。もう大丈夫だ。あの、戦車を追うとかいう作戦はどうなったんですか。ああ、それもう完了だから。アイニス、こっちへ来なさい。はい。彼女の名はアイギス。見ての通り機械の乙女だ。はじめまして、アイギスです。シャドウ総統を目的に活動中です。今日付で皆さんと共に行動するであります。嘘、まるで生きてるみたい。信じられん。こんな可愛いのにロボって、何このトホホ。10年前シャドウが暴走した時の保険として対シャドウ兵器というのが計画されてね。アイギスはその中でも最後に作られた一体、そして唯一の生き残りなんだ。対シャドウ兵器ということはまさか。
ペルソナ。はい、ペルソナ故障パラディオンを扱える仕様であります。彼女は10年前の実戦で大怪我を負ってここの研究所で管理されていたんだ。なぜ今朝になって急に再起動したのかいまいちはっきりしないんだけどね。まあこれから仲良くしてやってくれ。精神が備わった対シャドウ兵器、すごい、すごいです。あのところでさ、ちょっと確認したいんだけど、あなたさっき抱きついてたよね。その彼を知ってるの？はい、私にとって彼のそばにいることはとても大切であります。人物認識が完全じゃないのかもね。あ、それとも寝ぼけてるってことかな。そいつは興味深いぞ。寝ぼけてるって、まあそれは後で考えると知ってた。なあみんな知ってたかい？実はここいろんなレジャー設備がずらり揃ってるんだよ。テニスコートにプールバーに、あとカラオケなんかも完備らしい。聞かせちゃおうかな、僕のメドレー。花の屋久島旅行も早3日目か。明日はもう帰るだけだし、正直3日じゃ短えよな。まあでもそれっぽっちの割にはいろいろあったか。理事長の歌とかお前の歌とかも、おかげで昨日の晩はほとんど寝られなかった。海岸で何かの任務でしょうか？そんなんじゃねって、ただ遊びに来ただけだ。そういえばアイギスは遊ぶってわかる？もちろんわかるであります。娯楽は心の栄養です。おお、そうそう、結構普通に話せんじゃん。ま、とりあえず帰る前に一遍くらいちゃんと泳ごうぜ。あ、ちょっと純平くん、アイギス塩水につけて平気なのかな。そんなヤバじゃないでしょ。入るんじゃないの？皆さんもご一緒されるのがいいであります。一人だけが楽しい行動は本当の遊ぶではないであります。めんどいな、変なとこ律儀なんだから。私たちも行きましょうか。そうだね。どうだい、楽しんでる？いやー、いろいろあったけど、なんとか今日は終日羽を伸ばせそうだね。そうですね。真田さん、何してんすか？真田さんの番っすよ。俺の番って何をやってんだ。楽しそうでよかったよ。明日のことだけど、帰りの船の時間は言ってあったよね。僕は多分先に港へ行ってると思う。朝早いから遅れないようにね。はい、伝えておきます。じゃ、寮に帰ったらまたよろしく頼むよ。はい。真田先輩、なんかね、俺たちも行く。ちょ、待てってアイギス、水鉄砲ってそういう意味じゃないから。純平くん、ダウンです。おっそう、攻撃チャンス。タイムマジ無理だっつって。
と苦しそうですね。お前らか。やべえ、あいつらだ。ああ、あの三人が例の。本当だ、来てんね。バカ、行くぞ。なぜ他の者は私を見るたび姿を隠そうとするのでしょう。まるで路地裏のネズミですね。さあな。ジン、彼にカプセルを。ふん。悪い。礼はいつもの方法だ。町屋、今回は代価をいただく代わりに話を聞かせてほしいのです。あのペルソナ使いたちが何やら騒がしいのですよ。彼らはこのところ月が深淵になるたび宴に繰り出す。あの塔にも頻繁に立ち入っている。なぜあんな戦いを始めたのです？知っているのでしょう。言えませんか？仲間だからですか？違う、俺はもう連中の仲間なんかじゃねえ。なら教えてください。赤の他人より今はカプセルの方が大事なのでは？離れてた身だ、詳しいことは知らねえ。ただあの敵を全部やれば影時間やあの気味の悪い塔が消える、そう聞いてる。影時間を消すということですか？どういうことです？なぜペルソナ使いが影時間を消すなどと。ああ、しかもあの滅びの塔まで。もああ、滅びの塔だ。あんな不気味なもん消せるってのは試すだろ。タカヤ。ええ、分かっています。今さら戻れっかい。俺の力はもう昔みたいな純粋なもんじゃねえ。Put your-